凍えそうな一夜とぬるい豆乳が幸せに変わるとき。2000年10月5日から15日まで、私たちは63人で中国のシルクロードを旅していました。10月10日の夜、トルファン、玄奘三蔵が7世紀初め聖域旅行で最初に立ち寄った高昌国があったところから敦煌の入り口である龍燕までの700km を特急の夜行寝台列車1等で旅することになりました。トルファンを出発したのは夜9時です。龍燕の駅に着いたのは翌日の午前8時27分。11時間半の旅でした。さらに龍燕の駅から敦煌までは1時間半のバス旅です。夜9時に出発した特急列車は夜遅くずっとゴビ砂漠を走り続けました。寝台には暖房設備がついていましたが、スイッチを切っているため機能していませんでした。あまりにも寒いので、中国人のガイドさんが暖房のスイッチを入れてくれるように車掌室まで言いに行きましたが、まだ暖房を入れる時期ではないという理由で答えはノーでした。10月10日は例年になく寒い日となり、たまたまこの日はめったに起きない寒さとなったようでした。特急寝台は4人で1つの個室になっており、外側に通路があるのですが、朝起きると通路の床の濡れていた部分が氷になっていました。つまり0度以下になっていたということです。部屋の中は3度か4度くらいあったと思いますが、通路は多分0度か氷点下1度くらいだったでしょう。カチカチに凍っていて歩くのもままならない状態でした。駅に降り立った時に外の空気は氷点下3度くらいだったのではないかと思います。この日は快晴でしたが、もし雨などが降っていれば完全に雪になっていたことでしょう。みんな体中が凍えていました。私の乗った車両は暖房もなく布団1枚しかありませんでしたが、布団があるだけまだ恵まれていたのです。違う車両に乗った人は、それが臨時に連結した車両であったため、毛布1枚しかなかったのです。このように、暖房もなければ、体を温めるものもないところで、0度以下の気温の中、私たちは11時間半、寒さに耐え忍ぶ、という一夜を過ごしたのでした。中国人ガイドさんが暖房を入れてくれるように頼みに行った後、その車掌が車掌室で一人毛布もなしに制服の襟を両手で合わせながら眠っていたそうです。
決められた通りに一生懸命やっているその車掌さんは、頑固で融通が効かないといえばそれまでですが、そういう律儀な生き方をしているところに、私は好意を持ったことを覚えています。龍園の駅に着いて、そこから200メートルほど先の食堂で朝食をとることになりました。朝9時くらいのことです。芯から冷えた体を温めようと、とにかく温かい食事が待っているのではないかと期待をしながら、その食堂に入ったのですが、部屋はしんと冷え込んでいて、全く暖かくはありませんでした。最初に出てきたのが薄い豆乳と思われるものでした。それも体温よりわずかに暖かいくらいで、37度か38度くらいのぬるい豆乳でした。それでもそれを両手で包み込んで、私たちは飲み始めました。みんなが同じ前傾の姿勢になり、体を丸め、その茶碗を本当に大事そうに両手で押し包みながら口元に持って行っていました。全員が同じ姿勢で豆乳を飲んでいる光景に、私は感動を覚えました。この人たちと旅ができて本当に良かったと心の底から思いました。62人、私を含めて63人ですが、みんな同じ姿をしていた光景がとても美しかったのです。その余儀者の中で、団体の責任者である私に対して、何とかしてくれと言いに来た人は誰もいませんでした。朝200メートル移動したバスの中でも、寒くてどうしようもなかったとクレームをつける人はいませんでした。みんな私の話を何百時間と聞いてきて、心の勉強をしてきた人たちということは分かっていましたが、零度になる寒い列車の中で11時間半も過ごし、誰も一言も文句を言わないということは、すごいことなのです。ですから、みんな笑顔で、そのぬるい豆乳を押しいただいて飲んでいる姿に、私は感動したのでした。もし、暖かい車内であったならば、私たちは、この豆乳を、きっと、ぬるいじゃないか、おいしくないじゃないかと言ったに違いありません。ぬるい豆乳を心から温かそうに飲むという幸せを味わうことができたのは、11時間半にわたる寒い時間があったからこそでした。では、その寒い一夜は不幸だったのか。そうではありません。そのほんのりとぬるい豆乳、そして続いて出てきた、やはり同じようにぬるいおかゆ、この温かさをみんなが手に取りながら、手を温めながらいただいたのです。押しいただくという表現が本当にぴったりする光景でした。
美味しいと感じられたのは、その寒い一夜のおかげなのです。